ギラーでは薄くなりすぎなので、少ししっかりめに冷やし固めた状態のものでマヨネーズと合わせた方が失敗しにくいです。醤油でするので下味はしっかり入った状態で合わせていく方が味がしやすい、調味しやすいです。皆さんこんにちは。本日は大阪淀屋橋にお店を構えるイタリアンレストランアンラゴッチャの北村シェフにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はイタリアでよく食べられるポテトサラダをご紹介していただきたいと思います。はい、はい、ポテトサラダちょっと作っていきます。はい、材料紹介です。じゃがいも、今回はメークインを使いました。あと人参と、季節的にちょっとここから夏から冬にかけて、よく出回るビーツ、ちょっと彩りに綺麗なのでビーツ入れて、あとグリーンピース、あとケイパー、アンチョビ、マヨネーズですね。ビーツと人参とじゃがいも、これを皮むきます。人参とじゃがいも、あとビーツはちょっと包丁でいきます。まな板はちょっと赤くなっちゃうかもしれないので端の方で、ヘタを落として、まあ皮を剥いていきます。ちょっとピーラーでは薄くなりすぎなので、少ししっかりめに剥いていきます。まあこれができないようでしたら、こうピーラーでしっかり何回か、ちょっと筋っぽいところがどうしても表面にあるので、それだけちょっと外す、皮を剥く感じで。グリーンピースを使うのであれば、グリーンピースのサイズぐらいのこう角切り野菜をマヨネーズで和えていくお料理です。なのですべて角切りに切っていきます。はい、冷凍じゃがいもだけ色が変わるので、切ったものは水につけていきます。まあこのように、まあ、一緒にこれ食べるとしたら、まあ、グリーンピースぐらいのサイズに切っていってください。でもしグリーンピース、まあ、お苦手な方もおられますし、今回はちょっとご家庭でやりやすいように、スーパーで冷凍のグリーンピースを買ってきましたけど、まあ生で季節的に春先で作るとなったら、スナックエンドウだったり薄いエンドウ豆だったり、あとは、インゲン豆、夏からはインゲン豆なんかも代用していただいております。緑が綺麗かなと思います。はい、ね、水につけてます。はい、ね、湯がき時間がそれぞれバラバラなんで、一応ちょっと切り置いたものは、分けといてください。ビーツはちょっと本当、あまりイタリアでは見ないかなって、見ないで、ビーツは使うしよく食べるんですけど、あまりなんか入ってるのはよく見かけたことはないんですけど、ちょっといつもこうちょっと土っぽさがあるけども甘いようなニュアンスのお野菜で、まあ夏ぐらいからこうちょっと出てき始めて、まあ、なので、まあ彩りも綺麗ですし、今日は入れようかなって感じです。では湯がいていきます。で、塩湯でするので、下味はしっかり入っても入った状態で合わせていく方が味がしやすい、調味しやすいです。なので、1% ほどの塩、パスタを湯がく時みたいな感じのしっかりとした、1% の塩で湯がいてください。で、ビーツだけちょっと湯がいてる最中に他のものが色をついてしまうかもしれないので、別で湯がきます。はい、あとは人参とじゃがいもは同じ入れ、お鍋でいいと思うので、まず人参が硬いので人参から湯がいて、まあ3分4分ぐらい経って、あとじゃがいも
を投入して一緒にザルにあげるっていう形ですね。で、湯がいていきます。で、今回この料理はこう角切りしたお野菜を、マヨネーズで和えるお料理なので、必ず湯がいた後に一回粗熱を取って冷蔵庫なり何かでこうちょっとしっかり冷やし固めた状態のものでマヨネーズと合わせた方が失敗しにくいです。で、マヨネーズは今回自家製といいますか自分で作ったものを使用しています。これはまた別のところですね、はい、YouTube でマヨネーズをご紹介してますのでそちらもどうぞご覧になってください。はい、そしたら今じゃがいもも煮崩れてはないですし、あと人参も火が入った状態でもうそろそろ揚げる硬さになったところで、今回冷凍のグリーンピース使ってるんで一回ちょっと火は入っててもうこのまま食べれるんですが、一回ちょっと同じように湯通ししてザルに揚げたいと思います。で、ここでザルに一回揚げて水気をよく切って、で、形ある程度残したいのでちょっと広めのものに広げて冷まそうっていう感じですね。で、これもよく水気を切って冷まします。こんな感じで、はい、そうしましたら先ほど湯がいたお野菜が冷やし固まったといいますか、冷やした状態ですね。はい、で冷えたので、味をつけていきたいと思います。で、先ほどのロシア風サラダっていうものに関しては、マヨネーズにアンチョビをちょっと入れるという形ですね。あとはケッパーもちょっと、刻んで入れようと思います。アンチョビも今回フィレ使ってますが、ご家庭にチューブがある方は、チューブのものを入れてもらってもいいですけど、フィレを使われる方は小骨が気になるのでマヨネーズと一体化させたいので細かく叩いてください。はい、そしたらこれで大きな混ぜれるボウルに、ね、入れてもらって、はい、でケッパーも同じように、これは今回、酢漬けのケーパーを使っています。で、もし塩漬けのケーパーを使われる方は、ちょっと塩がきつすぎるので、塩抜きをしてください。一部分、全部ちょっと入れるとは思うんですが、とりあえず今は、アンチョビとケーパーをなじませる。最後です。ちょっと牛乳も用意してます。っていうのは、じゃがいもも、混ぜていくうちに粘りが出てきたりとか、マヨネーズの濃度にもよりますし、ぼてぼてしすぎてて、重たいようなのであれば、ちょっと牛乳で伸ばしたり、あとは骨格といいますか、酸を足したいのであれば、ビネガーをちょっと足してみたりとかっていう形で、はい。で、ある程度、マヨネーズの方に、ケッパーとアンチョビが馴染んだら、このようにずっとずっと先ほどのアンチョビとケッパーのマヨネーズを合わせてなじましていきますと、でここでちょっと味見をしてみて、でちょっとマヨネーズがボテボテしているのと、じゃがいものでんぷん質でちょっとボテっとした感じなので分量外ですが少し牛乳入れてちょっと滑らかな感じにします。で、混ぜれば混ぜるほどまたどん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 じゃがいもからでんぷん質が出てきますので、ここはもうちゃちゃっと味を決めていく感じですね。で、お好みで黒胡椒とちょっと香り付けのオリーブオイル、ね、やっぱり今ちょっとまだ出来たてなので
本来ならご家庭で作って、まあ、数時間なり冷蔵庫であのマヨネーズもしっかり引き締めてあげる感じですね。をしてあげるともう少し全体的にお野菜に味が馴染んでより美味しくなると思いますので、はい、皆さんぜひあの作ってみてください。では盛り付けにしてみます、はい、こういうセルクル型にちょっと流し込んで、もうもちろん今回4種類ほどお野菜入れましたけど、まあ作っていくうちにどんどんいろんなものを出していくなり、私の好みはこれやっていうのやったらどんどん作って変化していってもらってもいいと思いますが、今回はもう比較的ドシンプルな感じでご用意してます、はい、ちょっと飾りにパセリでも散らして、まあ、最後ちょっとアクセントの塩、あ、胡椒ですね。で、こちらで完成です。早速いただいてみたいと思います。うん、美味しいです。すごくなんか野菜一つ一つの相性がすごく良くって、アンチョビの濃厚さも伝わってきます、口の中で。なんか日本のポテトサラダとはもう全く別のものっていうか、そうですね、はい、なんかこう分かりやすくポテトサラダと言ってるような感じになってて、はい、でもまああとはちょっと家庭でも切り物は大変かもしれないですけど、お子さんと一緒にちょっと包丁も出るようになったお子さんと一緒にね、うん、切ってもらったりとか、うん、あとはもうまあ、ある程度日持ちもしますし、うん、こう家でとか、うん、ちょっとこういう風に飾ってみて、あの来客のお客様が来られた時にちょっと、ね、はい、見た目もすごく綺麗ですし、こんな感じで盛りつけてもいいですし、はいはい、なんかお酒とかとも合いそうですね、ワインとか前菜にぴったりな一品だと思います。なのでまた作ってみてください。はい、ありがとうございます。皆さんぜひお試しください。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!